はい、どうもあれです。もう渚とほのかは結婚してくれって思うの俺だけですか？渚とほのかっていうのは初代プリキュアのキャラクターのことですね。女子同士で結婚は子供の世界崩れるでしょ。だってそしたらレズピュアになるでしょ。皆さんアニメに登場しているキャラクターが本名じゃなくて実はあだ名だったりするんですよ。そもそも多分皆さんアニメのキャラクターに本名があるなんて考えたことないですよね。例えばね、あの大人気ゲームニュースーパーマリオブラザーズのマリオってキャラクターがいますよね。まずマリオに本名なんてあるの？マリオマリオ。もうマリオでいいやん。次はゼルダの伝説なんですけど、もうマリオマリオと来たらね、もう主人公がリンクだから、リンクリンク。リンクリンク。もう簡単よね。じゃあもうヨッシーと来たらね、もう簡単すぎですよね。ヨッシーヨッシー。ティーヨシザウルスムンチャクッパス。まず恐竜だから、ザウルスまではわかるんだけど、ムッチャクッパスとかいらなくね。ってことで今回はみんなが知ってる、有名アニメキャラクターの本名についてご紹介します。クレヨンしんちゃん。もうクレヨンしんちゃんは、誰もが知ってる大人気アニメですよね。まずはしんちゃんの友達、春日部防衛隊のメンバーから紹介していきたいと思います。主人公は野原しんのすけ。もうこれに関しては、しんちゃんご存知の方はみんな知ってますよね。風間くんのフルネームは、風間トール。もう将来イケメンになりそうな名前ですよね。ここで風間くんなんですけど、未来で大人になった姿があるらしいので、見てみましょうか。体が大きくなっただけで、何も変わってねえじゃねえか。次は映画になると覚醒する正雄くんのフルネームが、佐藤正雄。実はこのフルネームはもともとアニメオリジナル設定だったんですけど、原作においてもシンクレヨンしんちゃん以降、正式に逆輸入されたらしいんですよ。なお、クレヨンしんちゃんのアニメでは、初めて名字で呼ばれた際、しんのすけからは、まさおくん名字あったんだと言われてます。もうこいつ佐藤まさおじゃなくて、顔がおにぎりだから、おにぎりまさおでいいだろ。え、それはひどいって。じゃあ、しまじろうのお父さんと小島玄太どうなんの？真実はいつも一つ。クレヨンしんちゃんのヒロインって言っていいのかわかんないんですけど、ちなみにねねちゃんのフルネームは、桜田ねね。やっぱ可愛いから、桜田って名字似合いますね。ごめん、全然可愛くないわ。次はすごい謎に包まれてる、坊ちゃん。坊ちゃんの本名は不明らしいんですよね。いろんな説があるんですけど、未だに坊ちゃんの本名については、謎のままなんですよね。まあ、一日中ね、鼻水垂らしてるから、もうこいつ人間じゃねえだろ。じゃあ坊ちゃん本名がないなら、名前募集する？お前たちは、本名があって、いいな。鼻水に埋もれて死ね、ぼぉ。幼稚園の園長先生の本名は、もうこれは簡単でしょ。もう顔見る限り、ヒザルかピコ太郎でしょ。高倉文太。いや、誰だよ。ゲゲゲの鬼太郎。今回はゲゲゲの鬼太郎に登場する、ネズミ男がどうやら本名じゃないらしいんですよ。じゃあなんで猫娘は本名なの？何でもかんでも妖怪のせいにすんなよ。ネズミ男の名は、彼のふるさとに住む、種族名としての尊称であり、本名なんですけど、おならのイメージしかないから、おならのネズミ男。ペケペケ。ペケペケじゃねえか。デスノート。デスノートですごい大人気な、エルの本名って皆さんご存知ですか？もうすごいヤマピーしか出てこないんだけど。じゃあヤマエルかな？エルローライト。キラキラネームすぎだろ。プリパラ。結構知らない方が多いと思うんですけど、もうプリパラが今回一番ひどかった。もう子供に名前を覚えさせる気ゼロ。プリパラに登場するユニコーン型のスカウトマスコットの本名が意外というか長すぎるんですよね。それじゃあ行きます。ユニコーンユリウス、ルパプミス、アダマンティオス、ニコラコプルール、アナクサグラス、オディッセアス、プロコピアス、トンドル、ドラットゥーコフ、ニコデモス、ネトロファネス、カエサル、ヨールゴス、セバスティアノス、パラケスバス、ゼノンパルテノープ、クリサンタアクナシア、エウテレベハルモニアデメトリアン。もうわけわからんわ。ちなみになんと動画があるので、見てみましょうか。あたちはこういうものでちゅ。ん？ユリウス、ムパムピス、アダマンティオス、ニコラコプールール、アナクサゴラス、オディッシアス、プロコピアス、トンドル、ズラトコフ、ニコデモス、メトロファネス、カイサル、イオルゴス、セバスティアノス、パラスケバス、ゼノンパルテノーブ、クリサンテアクナシア、エウテレベハルモニ、デメトリアン。もう絶対声優さんも読むの大変だったでしょ。